スーさん、どうでしたか成人年は。楽しかったですか。2022年はどうでしたか。2022年は幸せな年でした。あ、嬉しい。チュンチュンチュン。やめろ。真面目やろ。はい。すいません。いろんな人がしてくれて。チュンチュンチュン。ああごめん。うんうん、今じゃない今じゃない。年を迎えるって一番嫌だった年というか、一番嫌だったんですけど、今年は本当にいい年になって、初めてになります。よろしくお願いします。どこにいるかな、ここいた。皆さん、今日最後です。最後だよ、今年。ありがとうございました。早い早い。言うた、早っ言うとしたさ、おい、いいやさ、年末ぐらいさ、めっちゃ綺麗。みんなもうゆっくりしてんのよ。お疲れでした。まず来てくださってありがとうございます。なんとかありがとうございます。頑張れ頑張れよ、頑張れよ、ほんまにやって。まず70万人ありがとうございます。こんな遠くからも来てくれてる人とかおったり、東京とかでも大阪とかから来てくれてる人とかいたりして、本当にいつも追いかけてくれてありがとうございます。大学とかもやっぱり両立しなければいけなくて、やっぱり皆さんが会ったりとかしてくれてるとか、メッセージとかもくれてるんで、とても毎日頑張れてます。ありがとうございます。またこういうイベントとかがあったら、ぜひ遊びに来てください。待ってます。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ほんとこの1年はね、鈴翔とはもう何ですか、激動の1年だったんじゃないでしょうか。で、チャンネル登録も倍にぐらいまで増えて、再生回数のすごさね、みんながたくさん応援してくれて、気に入ってくれたり、もうね、鈴翔と面白いよっていろんな人にね、面白いよ、友達に言ってくれたり、ご家族に言ってくださったり、まあ、TikTok で言ってくれたり、そんなね、皆さんの応援のおかげで、自分が2年、3年、達成できなかった目標がね、続けることができて、やりたかったね、産業さんのコラボやったり、もうほんとみんなの夢も叶えて、お母さんにもね、キッちゃんとコラボできたし、みんながさんにコラボしてほしいってね、よかったし、本当にすごい1年を皆さんにいただきました。本当ありがとうございます。いやー、もうね、さんに愛されてるなって本当伝えました。僕もみんなのこと大好きなので、もう家族ぐらい大好きなので、みんなのことは、もうみんなの声出して応援してくれるのがね、もうここまで、なんでもね、みんなのあったかいのをね、声出してくれたのを、みんなできるだけ愛して応援していこうと思います。応援してみんなの日常の一部になれたらいいなと思ってますので、もうね、ちょっとよろしくお願いします。お願いします。どうもどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、皆さんのおかげでね、楽しい1年でした。本当にありがとうございます。来年もみんなと一緒にね、楽しい1年にして、私にね、みんなに元気ください。よろしくお願いします。本当に一生懸命みんなが持ち上げてくれてる、本当にそれを感じております。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。で、今朝皆さんね、東京の方もちろんの人に拍手よろしくね。じゃあどうぞどうぞ、こうさん、皆さんの目を見て。頑張れ。僕は話してくれ。良いお年を。後悔を背負って大事なことに気づいて
バイバーイ。お願いします。君と。